はい、皆さんこんにちは。それでは今日もそろそろ始めていきます。よろしくお願いします。今回は、原発ですね。まあここもね、あんまり 100% ヘリがあるわけじゃないんですけど、なんとなくその地形が自分結構ここ気に入ってるんで、でそれとコーティアなのもあるから、それでここにしました。でね、またいつも通り斜め飛びで目的の場所まで行ければいいかなと思います。でね、まあもうサクッと物資が揃ったんで、もうあとは敵を迎え撃つ準備ができました。とりあえずまずね、屋根上登ってから、それで周りを見渡しながら、それでこう敵を1枚ずつ1枚ずつカットしていきます。そんな難しいことはしてないんですよ。とりあえずね、1枚まあ強ポジでカットしてから、あとはタグ取りに来る人を順番に倒してます。まあね、これもタイミングよくみんな一人一人来てくれたからね、もう本当にいい感じにここは進みました。まあ以前の動画もそうなんですけども、結構なんかこう似たようなことばっかりというか、似たような戦術ばっかりなんですよね。強ポジ取ってトラマス引いて、んで敵の死体の上にまたトラマス引いてとか、なんかそんなことばっかりしてたらね、意外と敵って倒せるんですよ。言うてる間にね、2個目のエアドロップ来ました。今回 AK47 と NA 使ってます。本当はね、一番最初ヘリがあったらもっとサクッといい感じに集めれたんですけれども、なかなかこれがね、ヘリが見つからずに苦戦しました。でね、言うてる間に足音が聞こえて、あ、来るだろうなと思ったんですよ。そしたらここ弾出ないんですよ。射撃ボタンを押してんのに、なんやねんこれ弾出えへんやんってむちゃむちゃ焦ってたんですよ。結構まあね、他の方は分かんないですけども、僕よくね腰打ちエイム打ちやっぱバグるんですよ。以前の動画にも出したんですけど、本当にやっぱりちょっとね、タッチバグ多いです。で今度はこれがまたね、敵がトラマス引っかかってくれたんですよ。でここね、 NA で撃ってるんですけど、やっぱりここ障害物が多いし入閣しやすいんで、これがちょっとどうもうまい具合にいかなくて、押し切れなかったんですよ。多分もう1発2発当たってたら、多分ダウン状態には持っていけたんですけどね。
本当はあんまりあの AK47 の腰打ちって好きじゃないんですよ。117と比べて個人的にちょっとこう密集率が良くないイメージがあるんで、まあでもね、あの距離が距離なんで、とりあえずまたいつも通りこれはあのサクッと腰打ちでいきます。戦車すごい嫌いなんですよ。でこれを潰そうと思ってあの戦車のところに行ったら、まあなんとね、正面からウォーマシン撃ってくるんですよ。でね、敵側やっぱウォーマシン撃ってくるんで、それはもうこっち戦車乗って撃たなしゃあないやっていうことで戦車乗ってるんですけど、久しぶりに乗るとねめっちゃ難しいです。あのここ、まあ、もちろんあの場所もすごい悪いんですけども、やっぱりねあの戦車久しぶりに乗ったら本当厳しいです。ここもね、敵がリロード入れてる間にカットしていければいいかなと思います。でここあの正面の家の2階から撃ってきてるんですよ。であんまりまああのここでやり合うのって好きじゃないんですよね。あのすんごい全然強ポジじゃないですし、体むちゃむちゃ出てるし、でそんなこと言ってたらまあまたいろんなところから狙われるんですよ。でいっぺんとりあえず引いて、でエアドルでも取りに行こうかなと思ってここでね、あの漁るわけですよ。そしたらまあ後ろからも前からも撃たれるし、焦る焦る、ここマジでテンパりましたよ。あの当初の予定はあの2階で居持ってるあのスナイパーを倒そうかなっていう予定やったのに、なんか知らんけれどもダメージやたら食らうし、アーマーもなんかもう潰されかけるし、もうむちゃくちゃやで、ほんまここは。そうこう言うてるうちにね、また敵がひょこひょこひょこって現れたんで、まあ、ここは適当にドラマス引いてね、あのちょっと壁をちょっとこう縦にしながらやっていけばいいかなと思います。でそしたらね、あの敵もうまい具合にトラマス引っかかってくれたんで、で後で動画見てて思ってたんですけど、ここ多分壁際のところであのノバガス投げた方がもっと効率良かったんじゃないかなと思うんですよ。自分もあのこれプレイしてる最中にこのやり方ちょっと頭悪いなって思いながらちょっとあのはい無理していっちゃったんですよ。とりあえずね、回復だけ入れたんで、もうあとはあのもうダウンしてる人も蘇生してる人もサクッとカットしていけばいいかなと思います。ここはきつかったですね。あの正面見たら、まあ、敵がいるのは分かってたんですけども、なんか3人ぐらいね、こっち向いてるし、結構砂で当てられるし、なんなら後ろの方でエアボーン出て、1人あの上飛んでるんですよ。ああ、これはちょっときついなって、ね、ここははい、挟まれてたんですよ。とりあえず戦える状態まで持ってったのはいいんですけれども、さっきダウンさせた人がね奥の方に引っ込んじゃって出てきてくれないんですよ。まあそれは当然そうなんですけれども、でこうやってちょっとやり合ってるのはいいんですけれども、やっぱりねここでちょっと行くんは失敗しましたね。この人たちだけの相手だったらまだいいんですけれども、やっぱり他の、まあ、今トラップ引っかかった人、この人たちもねやっぱ来てたんで、ここは本当すごい失敗しました。もうちょっとやっぱりね無理にでも次のアンチの場所もう分かってたんで引いた方がいいのかなと思いながらやってましたね。ここ気がつかなかったんですけど、後ろにもう一枚いたんですよ、さっきの人たちが。で
一回ね回復入れてまたちょっと急いで行こうと思ったんですけれども、ちょっとやっぱりね後ろの人と前の人から挟まれちゃってベストも潰されちゃやられちゃいしまったんですよ。まあ反省点としてはもうさっさとねスモーク焚いてもう最終アンチのところまで行っておけばよかったなと思いますね。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。